いつも動画見ていただいてありがとうございます。56歳おっちゃんのガレージライフ、今日はねこの86、前回、86の動画で峠走りに行きますって言って、うわパーステがーって言って重たくなってパーステのポンプがうまく作動してないんでないかということで、それで今日届きました。じゃーん、はい、パーセポンプのリビルド品が届きました。それでね、これをね付け替えしたいと思うんですけど、これね自分でチャレンジしようかなと思ったんですけど、もし何かあったらちょっとハンドルが動かなくなったら、それこそ車また持っていくのも大変になるかなと思ったんで、今日はねちょっと知り合いの車屋さんの方に、お任せしたいと思います。こんな感じでリビルド品はよいしょ、重たこんな感じでございます。さてこれで直ってくれればいいんですけど、まあとりあえずね今日ちょっと今から知り合いの車屋さんのところに、持って行って、お願いしていきたいと思います。というわけで今日は86復活する予定です。どうぞ動画の方ご覧ください。行ってきます。うっす。おお、回った。さすが。さすが特殊工具。いるんだところに付け替えできる。何これ。ああ。取れた。はい、取れました。これでーす。はい、これから新品に交換してもらいまーす。FRP って熱持つよな。うん。怖いな。タンクを外して洗浄。はい、灯油中へ漬け込みます。はい、それで外すんと逆の工程で今ここまで装着いたしました。こちらは灯油で洗って、きれいに処理してます。中もゴミが取れて、これで詰まることもなしに、パワーステポンプが焼きつくこともないと思います。はい、パワーステポンプを洗ったらこんだけ濁りました。はい、プールにつきました。はい、最後にベルトを張って、あとはエア抜きだけです。大
これ入れ物は違うけど、ツーサイクルオイルだよね。いるよな、美容師さん。これ、合わせオイルの。最後までご視聴いただきありがとうございます。やっぱりね、プロに任せて正解でした。プーリー外すあの専用工具、あれはすごいなと思いました。それであの専用工具ね、穴位置も変えられて、まあ、いろんなプーリーとか大きさにも対応するような、さすがプロショップと思いました。それでね、やっぱりすぐにそういう道具があるっていうのがすごいなと思いました。それでおかげさんで、86、パワーステ、パワーステの威力を発揮するようになりました。前までってこうなかなかね、回らなかったんですけど、おかげさんで、パワーステが効くようになりました。こんな感じで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。今日はやっぱり任せて正解でした。まあこんな感じでね、また明日も何か楽しんでる動画をアップしますので、よろしければあのチャンネル登録していただいて、明日もお会いできれば幸いでございます。というわけで今日本当にどうもありがとうございました。あといいね、高評価、グッドも大好きなので重ね重ねよろしくお願いいたします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。さようなら。うわっ。